スクエアニックスチャンネル。いやー、最近僕西の情報に詳しくなりました。なんでかっていうとですね、何があっても大体皆さんがツイッターで報告してくるんですね。この間も空いた時間にツイッターをですねチュルッとチェックしてたらですね、西さんがポンに出てますって書いてあったんですね。ポン？ポンって、あ、テレビのか。どうやら西さんはついにテレビに進出するようになりまして、全国ネットに進出するようになりまして、いやーもうね、エースですよ、エース。早くも他にもですね、西さんがどうやら僕のモノマネをですね自分のラジオでドヤ顔でやってると。それで、安本さんって怒るのみたいな質問がなんか別の方から来たと。でその時に変な間があったって書いてあったんで怒ってるんですかって書いてありましたけど、なんだ怒るはあんまりしてないけど、かといって何もかもヘイヘイって流すわけでもないので、意見する程度はしてると思いますが、そんな感じなんだね。後で西が来たら問いただしたいと思っているね、僕ですね、はい。あ、でも今日そうだ、特集が濃厚なんでサクサクいかなければいけない。西の話はもうこの辺でもポイです。あ、違う、ポンです。はい、いきます。スクエニックスの最新情報やここでしか聞けない話などをお届けしていくウェブラジオ番組、スクエニックスチャンネル、略してスクエニちゃん。今回の特集は11月9日土曜日より公開になる映画逆さまのパテマ、私安本も出演させていただいております。ありがとうございます。ゲストは吉浦康弘監督、そして秘書検定、秘書検定、秘書検定試験まで残りわずか、西明日香のコーナーもやります。怒りますというわけで今回のスクエニックスチャンネルも最後までよろしく。この番組はスクエアエニックスの提供でお送りします。スクエアエニックスチャンネル、ポン、安本博樹がお届けしているスクエニちゃん。一緒にお送りするのは、はい、どうも、こちらでございます。今日は、あ、はい、セミ男 GX さんからいただきました。なんでかな、俺の後ろには女がついてきちまうんだ。女を引きつける不思議な引力が俺にはあるんだよ。牽引力ってやつがさ。うまいで、おなじみので、あ、で、おなじみの、あの相棒ちゃんの件ですけれども、権力あるね。そうそうそう、あるね、権力。もうほら、先にこういうさ、うまいやつやめてもらっていいかな先にやめてもらっていいかな。お、先にというと、じゃあ、いや、あのね、この前ね、まあ、うん、僕いろいろ結構ちょいちょい忘れ物をしたりとかが多いんですけど、あ、まあ、例えば現場にね、ボールペン忘れちゃったとか、で次行ってしまったとか、そういうのはまああるんですけど、この前、まあ、朝現場から、うん、行きつつ、夜家に帰って、うん、バッグを開けたら、うん、後で食べようと思ってた、うん、パンがね、はいはいはい、中に入ってまして、しかもそのパンはコンビニのパンじゃなくて、パン屋さんで買ったパンだから、うん、開いてるんですよ。普通のビニール袋にくるくるってなって、こう空気に触れるじゃないですか。はい、そうだね。だから本当ね、もう本当にカッサカサのパンだったわけですよ。なるほど。カッサカサのパン。こそ逆さまのパテマ。ああ、なんだろうな、切り口悪くないちょっとだからというわけで、今回の特集は11月9日土曜日より公開になる映画逆さまのパテマ、ゲストは吉浦康弘監督。どうも、はじめまして、イブのじゃない、イブじゃない、イブの時間もそうですが、イブの時間もそうですが、逆さまのパテマ原作脚本監督を担当しております、吉浦康弘と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そうそう、イブの時間で思い出しましたが、このパテマを撮った後ぐらいに現場で佐藤里奈に会ったんですね、うん、はい、あ、佐藤里奈さん、うん、はい、そしたらなんかもう安本くん出てるんでしょ、出てる、いいないいな、お前もう一個前でガッツリやってんじゃねえかよって言ってでもいいなっつってどうやら相当気に入ったらしく、あ、僕の前では絶対そういうこと言ってくれない。マジですか、僕らではガンガンいいな、いいなっつってましたけど、非常に大人な感じの対応しかされませんでした。寂しかったですね、ちょっと、はい、まあね、ちゃんとした人間ですからね、はい、そんな彼女も注目している逆さまのパテマでございます、はい、安本こちらの方出させていただきまして、うん、その時もお会いしたんですが、その後に佐藤達夫監督がやる飲み会で一回お会いしてますね。ああ、そうですね、もつ鍋食べながらそうだ、ね、いいな、なんかで、まあ、最近そうですよ、まあ、11月9日公開ってことは、まあさすがに完成もなさってると思いますが、そうですね、はい、今まさにでもこういう宣伝活動だったりとか、うん、告知的なものがあったりとかでお忙しいと思いますが、はい、徐々に増えてきてます
ね、うん、そのお忙しい中で今なんかこれをちょっと息抜きとかそういう意味で楽しんでるってものあったりします？あ、そうですね、うん、あのこの間あのパシフィックリムに行きましてね、おあのしかもあの僕 IMAX 見過ごしててすごく悔しがってたら最上映があったんですよ、はい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 、あれに見に行っても100カーしてきましたね。なるほど、パシフィックリムは僕合計4回見ました。あ、そうで、僕まだ2回しか見てないんですよ。いいです、いいです。あ、でも2回もちゃんと見てる。いや、あれは見ちゃいますよね。見ちゃいますよね。本当にね、あの日本が大好きなオタクちゃんが作ったもうだからたまになんかその人物描写が浅いとか言われるんだけど、うん、そんな人物描写に時間割いたらイエーガーと怪獣の出番が減るじゃないですか。まあまあね、ダメですよそんなの。俺あれ一番盛り上がったのはなんだタンカーかなんかをずるっと引きずって現れる、あそこ超好きです。あそこいいっすよね。カットが登場したかと思ったらタンカー引きずってきてずるずるずるガガンですよ。あれがもう一番盛り上がったっすね。やっぱあの香港戦が最高に思いますよね。それで楽しむ時ってやっぱり仕事のことは忘れられるタイプですか？基本的に忘れちゃうんですよ。ああ、いいですね。それはもう未だに、うん、まあ、この再生保持したいなと思うんですけど、忘れて終わった後でじわ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 とあれどうしようかあれどうしようかって思い出すタイプ。あ、そこはこういう感じだったのかとか。そうですそうです。こうした方が自分的にはあれかなとか。まあそんな恐れ多くてね、ギレルモさんにそんなこと言えないんですけども。まあまあまあ、でもなんか自分だったらこうするとかそういうのってあったりするす。あ、まあ確かにあることはありますが、うん、パシフィックリムに関してはもうずっと童心に帰ってましたね。うん、あれはストレス、映画というかストレス発散ツールみたいな。そうですよ、ね。じゃあ難しいこと考えずにいろいろ見られると。いっぱい突っ込みよくあるもん。うんうん、いっぱいある。ありますね。でもだからそんなのどうでもいいんですよ。関係ないと。ただあ面白かったっつって、ね、遊園地みたいな感じです、ね。いいですね。アトラクションですよ、ね、エンターテインメントですね。まだね、そうそういったあの、うん、なんつうんですかね、ゴリゴリの CG ブリッブリの映画の、ね、うん、話の後でまた違うんですが、うん、こちらの釈迦様のパートナー、こちらの方はもうジャパニーズの誇る素敵なアニメーションでございます、うん、はい。こちらの映画の話をちょっとしていきたいと思います。はい。はい、ではちょっと作品の概要をご説明したいと思います。映画逆さまのパテマ、イブの時間で注目された次世代のアニメーション監督吉浦康弘さんの最新作、原作脚本監督、さらにアフレコの演出や撮影編集までを担当した作品、今年6月に開催されたアヌシー国際アニメーション映画祭に正式招待され、世界からも注目されています。ストーリーの方は、かつてこの世界を襲った大異変、そして夜明け直前の空を見上げる少年エイジ、彼の住むアイガではかつて多くの罪人が空に落ちたと、空を忌み嫌う世界であった。そこに突然現れた逆さまの少女、彼女は必死にフェンスにしがみつき、今にも空に落ちそうである。彼女の名前はパテマ、地下世界から降ってきた。エイジが彼女を助けようとパテマの手を握った時、体がふっと軽くなり、二人は空に浮かび上がった。恐怖におののくパテマと想像を超える体験に驚愕するエイジ、二人は未だ知るまでもないが、この奇妙な出会いは封じられた真逆の世界の謎を解く禁断の事件であった。その頃、アイガの君主イザムラのもとには逆さま人が現れたとの報告が届く。イザムラは治安警察のジャクに命じ、逆さま人を捕獲するよう命じるのだった。はい、といった作品でございますが、はい、まずこの空に落ちそう、まあ本当に逆さま、これなんちゃいのかな、本当に逆さまじゃないですか、うん、そうです、露骨に、うん、うまく言えないけど、見たらああ逆さまだって皆さん思うと思うんですけど、うん、こちらのまず設定だったりとか、この発想は一体どこから、いろいろあるんですけれども、はい、僕単純に昔からその子供の頃からその天気のいい日に空を見上げてたら、その空がですね、うん、高いところから見下ろしてる雲海に見えることがよくあったんですよ、はい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 、でふっと、あ、それで、あ、落っこしそうだなっていう原体験があって、うん、あのよくあのほら落ちてきそうな空って言葉あるじゃないですか、はい、あれ僕あの自分が落ちそうな空だと思って、世界一般の人はみんな一回ぐらい考えることなんだとずっと思ってたんですよ、うんうんうん、でもそうじゃなくて、うんうん、あ、それなら何か使えるなと思ってたのが一つと、うんうん、もう一個あの僕ゲームっ子でしてね、はい、あの昔ファミコンとかでよくあったじゃないですか、その重力が来るっていう、うん、あれをスイッチングするやつとか、はいはいはい、あれをそのいつかあの原案として使いたいなってのがずっとあって、それでストックして としてあったんですね、逆さま人間ってアイデア、うんうん、まあ、それが発端ですね。ああ、インタビューにも書いてありますね、はい、うん、逆さま人間逆さま人間こちら、まあその原作が当然ねお書きになられて、それをまあさらにマッシュアップして脚本になさって、はい、なおかつ監督、はい、そしてアフレコの演出も
なさったわけなんですが、何もかもですよね。あと編集もしてるんですよね。編集とかさせてめちゃくちゃ大変ですよね。いやでもおかげさまでなんか結構自分のやりたいようにやれてる感じですね。そこはさすがにキャスティングの方は、まあ、キャスティングもはい、まあ自分の頭の中に世界があるわけだから、それは当然やった方が、じゃないと納得いくものにはならないはずですし、そんな中ですね、そのキャストがですね、パートナーが藤井清ちゃん、これ確かこれを収録したのが結構前なんですよ。もう多分言って大丈夫ですよね。大丈夫です、ね、2年前です。おー2年前ですね。すごい作り込んで作り込んでですね、映像を作るさ、まず前の段階でコンテストで確か撮らせていただいたんですよね、はいはい、結局なんつうのかな、プレスコに近い形に結局なるってことなんですよね。あ、そうですね、結局はそうですね。プレスコってのは音を取ってからその音に合わせて絵を後で作るっていう、アフレコとは本当はアフターレコーディングだから、なんかそういう意味があるらしいですけど、はい、それとはまた違う方法、それ逆さまだったわけですね。まあそうね、まあ、プレスコプレスコであるんだけど、ちょっと今無理やりました。ただやっぱりその撮った音をカットごとに分断して、アニメーターがそれを聞きながらずっと演技を書いてたりしたので、かなり結構役に立ってるで立ってるんですよね、うん、でもそれはやっぱり時間が潤沢にできない作業ですからね。あ、そうですね、2年あったんです。それが藤井清ちゃんと、A字が岡本信彦、フォルダが大畑慎太郎、 G が福松さん、そしてラゴスが加藤さんも、加藤さんも三国でどうせなったで、ジャックが安本ひろきで、カホが内田真彩の、伊沢村が、アミバ様です。まあそうですね、はい、はい、これがこの時面白かったのが、まだ藤井ちゃんがそこまでゴリゴリアニメもやってない時期だったんですよね。そうですね、確か、はい、で俺フェアリーテールで一緒の時に、今度ご一緒で私テンパるかもしれないですよって、いや思いっきりやったらいいじゃないかしか言えなくて、そんなこと言われても急に話しかけられたから、そんなに普段喋ってないのにどうしようみたいな感じになって結構テンパってたんですかね。いやでもなんか一生懸命したね。いやそれはもう結構キャスティングでやっぱ主演じゃないですか、うん、結構自分的にもこう団長の思いじゃないですけど、かなり迷った挙句によし行こうって思ったんですけれども、でも本当に声質がすごい特殊じゃないですか、うん、 そうですね、それで今回の役にもぴったりだなと思って、それでオーディションも実は3回ぐらいやったんです。ああそうだったんですか。マイクオーディションやった、テープオーディションやって、マイクオーディションやって、その後に一回すいません、ちょっと個別にオーディションさせてくださいって言って、うん、お呼びして、マンツーマンでちょっとやってみたんですよ、うん、そしたらそれですごいハマって、あこれでいけると思って、はあ、こだわり抜いた感じですね。そうですね、真ん中だからね、お話の大事な軸だからね、うん、そこまでやっぱこだわらなければ、うん、そしてノブ、岡本信彦くん、はい、でこれアフレコをやった時にね、はいはい、まあ、監督が演出もなさるわけだけど、うん、すごくね不思議なアフレコの体験で、ノブと俺がすごく最初そこを苦戦したんだけど、僕らってのは 2D のものをいわゆる立体的に演じようっていう意識がすごくあるんですけど、はい、いわゆるそれを人によっちゃ嫌うアニメの不思議ってやつなのかもしれないんですけれども、でも僕はそれはそれで一つの技術だと思ってるんですけど、そうですね、そこを極力削ぎ落とす形の演出に比較的思ったんですね、僕。あ、そうですね、確かに、うん、そこが本当だったらここ大きい動きだから大きくいきたいと思っても、もう少し抑えてくださいっていうので、ノブと僕はどっちかさ発散型の芝居をするタイプなんで、おーっそーっってこう抑えながらやるのが抑える方に力がいる感じ、結構大変で、逆にノブとなんかすごいいい汗をかくっていう。なかなか不思議だね。そうっすね。ああそうで、自覚的にはなかったんですけど、やっぱそういう感じだった。でもそれはそれで全然あるんですけれども、はい、だからあなるほどこっちかってので、自分をフィックスしていくのがまず一個苦労したっていうか、苦労してたところで、ナチュラルな感じ、うん、そうですね、絵作りが結構僕もともと立体的に絵で作る方なんですよ、空間性とか専門的なことを言うと、なるほどな、 CG で一回全部セット組んじゃうんですよ僕、手書きに見えても、はい、それを元にやるので、どっちかというとその音に対する立体感っていうのも絵で見せたいなって思うんですよ。だからそれのリアルな距離のままっていうことなんですね。そういうことですね、はい、それはだから最初、まあ、だってアフレコした段階だと分からなくて、まあ、そうですね、コンテヘですからね。失礼しました。で後付けで僕らパケもらってみたら、なるほどと思いました。あそうまさに僕も思ったのが、絵がちゃんと立体になってると、うん、奥行きとかがゴリゴリに作られてるから、はいはいはい、絵もちゃんと芝居してる と、そうそう、はあはあ、なるほどと思って、あね、そう思っていただけてよかったです本当に。このアフレコが2年前だったってことのが分かる、うん、今エピソード1個思い出したんですけど、すこのアフレコが終わった後に、うん、岡本信彦と一緒に六本木でしたドラクエ店に行きました。僕2回目のドラクエ店行こうぜっつって一緒に行って。そんな前だったんですね。それでキャッ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 してました。そんな話もありましたが、そうですね、他にこの作、あでもネタバレになっちゃうからな、俺自分の立ち位置とかも言いたいけど、あんまり言わない方がいいっすもんね。あまあまあ適度にはいいですけど、なんつうんでしょう、葛藤です僕は。ああそうですね、ある意味劇中の中で
一番葛藤するキャラかもしれないですね。僕が自分で感じたのは比較的視聴者と同じ目線に立てうる人なんじゃなかろうかと思って。そうですね。見てましたね。あの確かに展開は確かに一番、うん、下手すると主人公2人よりも結構それがありますよね。いい意味で傍観者というか、うん、傍観してないんだけど傍観者的な要素もあったりとか。ジャクニーからちょっと面白い話があってですね、あれ最初は女将校だったんですよ。ずいぶん変わりましたね、真逆にも程があるぐらい俺になってますけど、すごい。でもなんかいろいろあってやっぱり男だなっていう風になったんですよね、うんうん、へーすごい。バランスなんですかねそこら辺も。そうですね、やっぱ彼に関するエピソードを、うん、盛れば盛るほど女性キャラの意味があるんですけど、うん、そのポジション的にそのあんまりフォーカスする時間がなくなっちゃったっていうのがあるんですよね。あーなるほど、はい。まあ、パッテマを立たせるためにもいろいろな、ね、作戦とかあるでしょうからね。まあ、最初はヒロイン一人だけなの、散々周りの人たちが言われたんですけれども、へー、そうなんですか。もう女キャラが一人しかいないっていうのそう、ぶっちゃけあんまりいないですね。まあ、ちょろりとはいるんだけども、カオちゃんってキャラいるんですけど、うん、こうやってあの長い時間監督とかいろいろなことをやっていて、はい、団長の思いでこのシーンカットしなきゃいけないとかそういうのはありますけど、やっぱりあるんですか。あるんですけど、映画のセオリーで、うん、はい、一番見せたいところからカットしろって言葉があって、何それ。そのぐらい思い入れってのは余計なんだということがあってですね。面白い。そうなんですか。まあまあ極端な言い方だと思うんですけど、非常に納得できる部分があるんですよね。ですから特に、とにかく映画ってのは盛り込むよりも切り詰めるってことの方が多分大事なんだと思ってます。あ、じゃあ何でもかんでもこうバーっていっぱい盛り込むよりは、まあ、そぎ落としていく、そぎ落とした方が、はい。実際問題はお腹いっぱいになっちゃう映画もありますからね。そうですね。わあ、これトゥーマッチだなっていう時もありますから、はいはい、そういう意味だと見せたいと思ってるところからカット。でもその言葉も、まあまあ、すごいな結構グッとくるな。 そんな勇気ないよ俺だったらちょっとかっこいいかっこいいっすね。いや、まあ訓戒を込めたらちょっと強調した言葉ですけどね。まあまあ、まあ、でもまあでもそれはちょっとわかるなと思って、ね、はあ、なるほど。自分でお作りになってからそういうところがじゃあ体感でわかるようになったって感じですね。それはありますね。まあそんなね、イブも時間もそうですし、このパトマもそうですけど、うん、はい、まだまだどんどん作りたいものって頭で浮かんでくるんですか。ああ、ありますね。おすげえ。ちなみに次どんな感じの、次っていうか、まあ今後でいいっすわ。いや、もう実は次作ってマジっすか。早い、何しろこのパテマって結構前、まあ、今公表してるんですけど、今年の1月ぐらいもできてたんですけども、はい、あ、そうなんですか。まあ、その後にもうあの次のやつ、もう短編、これも実は発表してるんですよ、アルモニって、はいはいはい、それを作ってまして、うん、まあ、全然またパテマとは違う作品ですけどね。湯水のごとくアイデアが出てくるんですね。いや、もうでも結局一生のうち作れる作品なんて限られてますから、それももう自分で全部やろう。うん、そうですね、はい、すげえな。でもなんかよかったら、よかったらじゃないですけど、もう願わくば自分の持ってる原案をちょっと他の人にやってもらいたいなっていうのもあるんですけど。ああ、そうですね。そういう時はこうじゃねえんだよなとか思わないんですか。そういう時はもう脚本で書きたいこと全部書いて、あとお任せするみたいな感じ。まあ、そう、偉そうなこと言える立場じゃないんですけど、いや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 、将来的にはそれ やりたいって思ってますね。でも例えばラノベの原作の先生とかが、はい、ライトノベが映画になるじゃないですか、はいはい、映画じゃない、アニメとかなるじゃないですか、その時にはもう自分が書いたものを利用して使って、うん、別のものを作ってくれてるって感覚で見るから、俺すごい面白いっていう言い方をなさる人もいて、あ、やっぱそこは人それぞれなんですね、うん、なんか自分がこだわって中に入って、いや、こうだこうだっていう方もいらっしゃるけど、うん、そうすると大変になっちゃうし、絶対変な妙ななんかズレみたいなのが生まれちゃうから、一層お願いして、なるほどねって見る方が楽しいっていう風にとある先生はおっしゃってましたね。あ、もう僕立場的にはそういう人がばっかりだったらいいのにって思っちゃうんですけど、監督としてはね。でもそういう風 なとある出版社なんですけど、はい、の方々はもう原作を始めた段階でアニメ化を目指しましょう、うん、でもアニメになったらもう自分のものではないからね、それはもう自分の作品を使って、うん、もう一個の同じ名前のは別作品を作ってると思って楽しんでっていう風にもうあらかじめ教育してるそうですよ。あ、もうその売れる前からとかですか。その代わりにアニメ化を目指しましょうつって言ってやって、実際それでアニメ化になった時にその原作の先生たちがいらっしゃるんですけど、みんないや楽しいです嬉しいですしか言わないです。あ、教育のたまもすごいなと思って。じゃあ我が子を送り出す気持ちなんですかね、うん、いや楽しいですってどうしてる、うん、だからそう、なるほどなと思います。でもそうやっていくとストレスももしかしたら一個なくなるのかもなと。あ、でも確かに自分の場合アニメから漫画になることが今まで2回ぐらいあったんですけど、はいはい、その時は比較的その気持ちでしたね、うんうん、もう自分の元に自由にやってくださいって感じで、そっちの方が確かに楽しかった気がします、うん、うわこう見せるんだって多分自分と違う脳みそが考えてるから、そうなんですよ、きっと違うところで盛り上がったりとかありますもんね、その見せ方面白いなと思いますね。確かに、まあそんな今お話しなさいましたが、こちらもどうやらコミックスがあるようですな。はい、映画逆さまのパテマは11月9日土曜日より、全国劇場公開で、うん、それでスピ
ピンオフ作品としてビッグガンガンコミックスの逆さまのパテマアナザーサイドが好評発売中ということですね。はい、こちらのお話っていうのはこれアナザーサイドって書いてある以上映画とはまたちょっと違うんですね。そうですね、映画における前日談みたいな感じで、うん、その映画ってその地下世界っていうものの割合がちょっと少ないんですね。そうですね、うんうん、でもこのアナザーサイドはその地下世界がメインの話なんですよ、はい、で登場人物も一部リンクしてるんですが基本的にはオリジナルキャラクター、うんうんうん、でも本当に漫画家が問い発さんっていうすごく有名な方で、うん、本当にねいいんですよ。キャラクターも可愛いし世界観もすごいちゃんと書かれてるし、だから僕はもう一ファンとして毎月楽しみに読んでたって感じですね。これはこれででもやっぱ刺激になったりするんですか？なります、ね、こう来るかみたいな。もうなんか最初にやたらその地下世界の生活形態とかについて質問が来て、そんなこんなこと考えてないよってことも最初からさも考えてたように、あそれはですねって頑張って作って答えてたんですけど、そのぐらいそのぐらい細かく作り込んでくれたんですよね。設定が大事と、なんかその地底世界娯楽は何なのかとか、食料事情どうなのかとか、そういうこと、はあ、いいですね。多分それは まさに一個の脳みそじゃないからこそ見えるものってのもあるわけですね、うん、ありますね、はい、あでもいい刺激ですね、まさに、ね、こちらの方がビッグガンガンコミックス好評発売中ですので、ぜひこちらの方も皆さんじゃあご覧になってください、はい、そして映画の方は11月9日より全国劇場公開ですので、皆さんそちらの方願わくば足を運んでみてください。おじさんも喋っていますではもう最後になってしまうのですが、吉浦監督からリスナーに向けてちょっとメッセージの方をお願いいたします。はい、11月9日より公開になる逆さまのパテマなんですけれども、非常に見たら一発で分かりやすいシンプルな逆さま人間ってアイデアをまず元にして作っていった映画です。内容自体は実はすっごい王道なんですけれども、まあ、王道ゆえにその逆さまって奇妙なアイデアとまあくっつけて本当にですね誰にでも楽しめるような作品を目指しました。僕の目標としては小学生から実家のうちの両親まで楽しめる作品を作ろうと思って作った映画ですので、アニメが好きな人もそうじゃない人もあらゆる人に見てもらいたいです。というわけで逆さまって感覚もやっぱ劇場で見るとその高度感とかがすごい臨場感を持って出てきますので、ぜひこのキーワードに逆さまってキーワードにピンときた方はぜひ劇場に足を運んでください。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ゲストは映画逆さまのパテマも原作とかも全部です吉浦監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。スクエアエニックスチャンネル、矢沢といる人、相棒健でお送りしているスクエニちゃん、はい、ここからはこのポンも参加です。来た南東、私はポン、はい、私大ちゃんのポンアスカです。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃんいいかい？ポン、はい、ポンです。どうだった、どうポンどうだった、ポンどうしてやった、ポンをこうしてこうしてこうしてやりました、パンパンパンってポン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 って、その動きだとバキバキバキだよ緊張した、ゲームと緊張しました。生放送対応できた、なんとか頑張りました。ひどいこと言わなかった、力士のモノマネはしたんですけど。そうですよ、モノマネといえばあなたどうやら、はい、私のモノマネをするらしいじゃないですか。違うんですよ、披露していただきます。あーちょっと待ってください、なんて言ったかな、やります。いや最近なんか朝すごい早く起きちゃってさ、俺おじいちゃんなんだよねつって、まあ話した内容は実際に言うやつですが、なんとなくね話したことはいい、うん、実際もっと早く目覚め、遅く寝ても早く目覚めるし、おじいちゃんだなっていうのはよく言いますけども、そんな感じかな。その喉は真似できないので、じゃあなんで知ったんだよ違うんですよ、自分からやったわけじゃないんですよ。モノマネコーナーがあって、三沢さちかちゃんと一緒にやってるラジオなんですけど、三沢さちかちゃんは師匠である鷲崎さんのモノマネ、私はそう師匠である安本さんのモノマネっていうのは、ね、指定関係だったんですね。そうなんですよ、ワッシーのモノマネも大変でしょう。そうなんですよ、でだからもうやれって言われてもぐっちゃぐちゃです。ぐっちゃぐちゃ二人ともぐっちゃぐちゃ散らかったまんま、散らかっても大事故でしたもん。まあまずね、でも偉いですよやるということが大事ですから、ね、できませんが一番しょぼいですからね。あそうですね、素敵な、じゃあケンさんのモノマネをね次は披露してきてください待ってるぞ、今やります、今やります、やっちゃやってみてじゃあ、うん、女はみんな俺のもの、そこじゃないでしょうよ別にそこじゃないでしょう。だからプライベートケンさん、お前何言ってくれてんだよ、まあ、プライベートだとしたらお前こいつとんでもねえやつじゃねえかよ俺プライベートで一度でもそんなこと言ったことないでしょうよまあね、ぜひ次でねケンのモノマネする機会があったらそれでやってきてください、お願いします。ほんとぶっ込まれたわはい、ではこちら、はい、毒3、独断と偏見で俺のベスト3を発表して何が悪い。
はい、冒頭に尺を使いすぎたのでおそらく紹介できるメールは一通でしょう。はい、ね、あの毒薬です。自分なりのベスト指示を塗るというやつです。チャンネル猫博士さん、ありがとうございます。可愛いね猫ね。そこに、そこに食らいついちゃった。猫は可愛い。しかも博士ですよ。博士、博士、博士、博士。誰？誰だろう、わかんない。誰ですか？はい、好きなコントローラーベスト3。おお。第3位、確かにこれは個性的ですね。任天堂64、任天堂64です。64、形が好きと。第2位、プレイステーション3、ボタンの配置が完璧すぎる。第1位、スーパーファミコン。ファミコンにハマった自分としては、ボタンが増えたのにほとんど戸惑いもせず操作できたのはすごいことだと思いました。コントローラーってさ、まあ、何回もね、今後の番組でちょろちょろ喋ってますけれども、形って確かに64でさ、ね、意味がわからない形だったよね。ちょっと飛行機みたいな形でしたよね。なんだこれもこのここのなんかあの取ってみたいなニュンとした部分はとんでもない下ネタをぶっ込みそうだったけど耐えたぜ耐えたぜ。でも動きって言うな動きって言うな。すいません。であれだってアナログコントローラーの位置とかもさ、ちょっと今思うと何とも個性的な位置だったじゃん。すごい中心にねありましたよね。見た目のデザインは確かにでも完璧だと思うけど、操作感としては確かにちょっと特殊なところが、でも左手でも右手でもとかいろんな考えがあるんだろうけど、プレステはあれですよね、機能美って感じですね。そうだね、なんか無駄がない、ソリッドな感じだよね。なんかね、ソリッドな感じだよね。それ言いたかっただけじゃない。そうね、でも俺ら世代的にはスーファミとかファミコンのコントローラーがなんかその基準として、まあね、スタートはファミコンのコントローラーを一回も不便と思ったことがなかったんだよ。でスーファミに行ってスーファミを不便と思ったことはなかったんだよ。でも後々さ、プレステ3とかいろんなものに慣れてから昔のコントローラー持つとまあ持ちづらい、なんか薄いなって思った。ちっちゃい薄いってなって、やっぱ今のねコントローラーとかってなんか人間工学力学わかんないけど、それに基づいて結構作ったりとかしてるから。へえ。俺360のコントローラーとか結構好きですけど、丸みを帯びた感じが、ね、かわいい。なんかあの絶対違うんだけどちょっとサターンを思わせるものがあるよね。ああなるほど。違うんだけどサターンを思わせるものが、あれも結構曲線がね、いいですよね。でもこのなんかのグリップみたいのがあるのが今当たり前になってきてる中、だってね、今でこそ気にしないけど、あれだったら昔だったらしまえなかったじゃん。昔コントローラーって本体と一緒にガチャコンでしまえるのが、当たり前だったのが。そっか、別々だ、という意味だ。コントローラー、まあ今はケーブルもないですもんね。そうなんだ、あれで急に電池切れたりしてマジ焦るんだよな。あー、わかる。だから一回接続した後もう充電のケーブルみたいなのぶっこんでそのままやったりとかするよね。あー、そうですね。いろいろ進化して今後どうなっていくんでしょうね。コントローラー、例えばなんだろうな、ニッシュとかって好きなのあるっていうかね、あのそもそもそのこうゲームをやり込むと、コントローラーの形にまでそういう風に細かく考えるんだなと思って今ちょっとよくよくでもね、それって後付けなんだよ。やってる時はただゲームに夢中だから全然認識してないんだけど、終わってみてよくよく考えるとこれなんかこれついてるなっつって。え、なんですか 今の動きなんですか。いや、あの64のコントローラー表したんだけど。表してるか。表してる。完璧に今録音のコントローラーを。今の手の動きはあかんやつや。お前偉いな。ちゃんと言えるようになったな。こうなって。でも録音のコントローラー確かに一番個性的っちゃ個性的かもな。あのあれですよね。何ですか。あの親指の。そう、アナログコントローラーね。なんちゃらスティックっていうあの。だからアナログのね。アナログスティック。あれが出た時は本当に斬新だなっていうのは思いました。あれをぐりぐりやってみたいなって思いました。それで実際それでやるゲームもね、当時多かったしね。ケスブニさん、なんで今笑ったんですか。わかんないです。わかんないです。昔の西だった今のは拾わなかったんだぞ。これがポンの力だ。ああ、それはスルーしてくれればいいのにな。いやいやいや、ケンさんが今ちょっとした下ネタを思いついてニヤッと笑ったので、ね、西が見逃さなかった流れでした。前後を言うことでね、もう、ね、絶対に編集できなくしますんでね。報告しないでください。編集しないでございますけれども、まあ本日はもう違うところが盛り上がってしまったので、いつです。でもまだまだ皆さんメールお待ちしております。はい、受付メールアドレスは se_chan@onsn.ag、 se_chan@onsn.ag です。スクエアエニックスチャンネル、続いてはこちらのコーナー。西明日香の明日はどっちだ。ポポポポン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 。おー、夢の共演。
売り出し中のポンが、人として成長するためにさまざまな苦難を乗り換えていくという生のポン、はい、全部ポン、うん、今日もポン推しで、ね、今日だけね11月10日に行われる首都圏テレビ局猛勉強中なはずの西と、うん、放送日的には残り1週間と少し、うん、まあ、収録番組なんでね、実際問題にはもう少し時間ありますが、そろそろ追い込んでんじゃねえのと、はい、精神的に追い込まれています。やってる？やってます。いや、居酒屋みたいでしたね今の。やってる？やってる？いやもうまずい。まずいか。まずい。やばいです本当に。まあね、仕事もまあちょうど今西忙しいし、歌うイベントとかね、いろいろあったりとかもしたから、はい、時間というのは実際問題あんまりないとは思うんですが、はい、まあみんなね、あの秘書検定受ける人たちも本来ね、時間ない中で一生懸命勉強してんで、条件としてはイーブンかなと。チャラくなったぞ。おでこチャラくなっちゃった。おでこにシワが寄ってる。おでこにシワがいっぱい。イーブンかなと。何ですかその顔。やめてください。しゃくれないでください。まあ実際どうよ、勉強は一応しちゃいるの？私もしてはいます。なるほど。自信のほどは？自信のほどは毎回なんかの振り返りテストみたいなの自分でやったりとかするんですけど、うんうん、まあ難しい。3級だぜ。3級なんですね。合格率相当高いぜ。そうなんですよね、うん、恥ずかしいぜ落ちたら。あ、バカ声優になって、あ、ちょっとこの役バカでできないんでって下ろされるかもしれない。私インテリ声優がいいです。逆にインテリになったらこの役バカなんでちょっと西さんには合わないと思うんで。あ、じゃあバカになります。どっちがいいんだよ。よろしくお願いします。バカになります。ひどい。もう顔面がバカだった今。顔芸じゃねえか。さあ、そんな西さんを応援すべきいろんなメールが来てます。はい、チャンネームタレメサングラスさん、ありがとうございます。声優秘書検定3級合格という肩書きの書いてある名刺を先に1000枚発注しておく。合格せざるを得ません。というか声優さんって名刺持ってるんですか？僕持ってます。おお。おいらナレーションで一人で行ったりするから、マネージャーが全部つけないとき、そういうときとかに配るようにね、ちゃんと名刺を作って事務所に作っていただいて持ってます。今日ない。僕ない。あ、でも県はねほぼ個人で、ね、あのマネージャーついてるからね、大体ね。なんか今まで、まあ、初めがアーティストから始まったんで、うん、名刺作るっていうなんか概念がなかった。俺もね名刺作ると思ってなかったの。でもナレーションのところとか行ったり、その CM 行ったら、まあ、確かにね、いろんな現場に行ったりしますね。でマネージャーの数ってのは当然限られてて、来れない時もあるじゃない。そういう時とかにちゃんとお仕事するの。でもそれは安本さんのこう今のこうポジションがあるからっていうのもあると思うんですけど、ね、ナレーションやってる人は結構じゃ持ってるな。あ、そうなんですね。なんか聞いたことが。西さんはでもねポンに出るぐらいだから。ちょっとやめてください本当に。なるほど。異業種とのつながりを求めて生放送に移りの方に、移りの世界に行ってしまった人間なんで。しかもなんかね、あの美人声優って書いてあったんですよ。そう、ガチャピンの顔してやった。それやってないです。ただの微妙声優なんで。微妙声優。今自分で面白いことを思いついたと思ってるんでしょうけども。名刺どうします？これ作らせますか？名刺でも1000枚つったら相当ですよね。1000枚はね、凄まじいから。凄まじいですよね。しかもこれ不合格になったら多分1000枚吸った分のお金私が払うやつです。いや違いますよ、これ1000枚あの合格しても不合格しても自分で出すんですよ。おお、合格してもですか？あの裏にあのブログの URL とか書いておきゃいけないですか？なんだろう、タレント、声優、ナレーション、ナレーション、秘書、秘書、歌手、ダンサー、ミュージシャン、フル、あ、ミュージシャン、いろいろいっぱい書けるじゃないですか。あと漢字苦手。そこはじゃあ書かない、そこは書かないで。名刺ね。まあ、名刺は作るのありだと思いますよ、うん、そうかもしれないですね。まあ、でもチャレンジっていうかこれただの発注だから、ね、確かに。頑張るのは僕、うん、あとこれ僕個人的にすごいこのメール好きです。何ですか？まだ猫博士さんなんですけど、ありがとうございます。2枚目。大リーガーなどスポーツ選手もやっていますが、ガムを噛むと集中力が上がるらしいですよ。試験の時にできるかは分かりませんが、とりあえず次回の放送をガムを噛みながらやってみては。最悪じゃないですか。きっと集中力アップで面白いトークができます。俺個人的にこれ大好きなんだけど。やりましょうじゃないですか。これいいですね。あら、最悪。今日は舐め切ってるみたいな。舐め切ってる。途中でパンって、おー、あいつ割ったなって膨らませたな。風船ガムのフォークってな。バブリシャスとかを噛める。美味しいやつ。あ、いや、美味しいやつ。切り通るとかじゃないじゃないやつ。膨らむ、よく膨らむやつ。駄菓子屋さんの方がうまいやつ。ガム噛みながらやりますか。ダメです、やめちゃダメ。じゃあそれをバレないようにやるって。バレないように。噛んでんのバレない。いっそバラした方が面白いでしょ。あ、本当ですか。じゃあ、何しますかの。あ、そうは、どっちは。すごい。プーパーっつって。いっぱい怒られる。いろんな人が。で、マイクにあの、ピチャッとゴムついちゃって。ああ、最悪だ。
ディレクターさんにも怒られる。いや俺はねなんかすごい好きですこれ。面白そうですね、うん。あとまあいいメールも来てますね。こちら県にも関係あるんですけど、これチャンネルトマト将軍、ありがとうございます。黄色が集中力を高めるという実験結果があるらしいので、安本さん、ケンサム兄さんに黄色い何かをプレゼントしてもらう。ペンケースとか着るものとか試験会場で使えるものがいいと思います。全身黄色でいくという方法もありますよと。黄色のものをケンさんと僕が何かしらあげると。なるほどなるほど、いいですよ。僕あのブルースリー の, あのトラックスーツ、どうしてどうして、あれちょっと山の黄色でしょ。あれはなんか僕その格好で不合格になりちゃうでしょ。ずっと鼻をこうやりながらおーとか言いながらね、追い出される。な名前一つ書くのよ、おーつってやる、おーつって追い出される。黄色のトラックスーツを買ってあげますよ。やだやだ、すぐアマゾンで発注しますよ。じゃあ僕は黄色のヌンチャクを。やめてください。黄色のものなんかある？持ってる黄色。え、黄色、うん、黄色ってなんか服とかしかないですよね。そうでも服はさ自分で見ないじゃない、あんまり袖ぐらいしか見ないでしょ。あそっか、だからなんか小物系ですかね。小物で黄色はペンとかでも私黄色持ってないですね。黄でもさよく考えて自分のペンが黄色だとさ書いててさ、はい、散らない黄あ爪が黄色とか。ああはい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 、はい、でもちょっと爪は僕たち塗れないんで、ね、ご自分で言っていただきまして、これはあじゃあ塗ってもらうっていうのをこう、なんかやだ、なんでですか、だってなんかいたずらしたくなるもん。あじゃあダメだ、塗っちゃいけねえとこ塗りたくなるもん。どこに爪以外、まず歯だね。ひどい、歯か、歯ダメです、黄色い歯になっちゃうよ。蛍光蛍光の黄色になっちゃうよ歯が。不健康、普通の黄色と蛍光の黄色しましまに塗ってやりたい。やだやだ、光りそう、アバンギャルドのやつになる。黄色のものなんか思い出したら買いましょうじゃ。でもきっと忘れちゃうんでごめんなさい。ごめんなさい先に。あとはこれかな、はい、チャンネルゴジラさん、ありがとうございます。他のチャレンジも募集しているとおっしゃっていたので、日産秘書検定終わって大変かもしれませんがまた検定をやってみてはいかがでしょうか。資格を持っていても損することはないですよ。受けてもらいたいのは日本語検定です。当然日産なら日本語なんて完璧ですよね。一級を受けてもらいたいです。一級一級秘書検定頑張ってくださいね。もうディア西アスカとね西さん向けに書いてくださってますけども。一級一級、日本語検定ってそもそも何なんですか。日本語検定っていうのは、はい、日本語の検定試験です。え、あの外国の方が受ける日本語の検定ってことですか。外国人向けかもね、もしかしたら。わかんねえや俺、外国人向けじゃないんだ。あ、日本語が正しく使えるかの、だから敬語、尊敬語、謙譲語、丁寧語、丁寧語。あ、じゃあ無理です。おい早いよ、即答じゃないですか。ちょっと難しいな。牧大輔さんに教わる。お願いします。日本語の神と言ってもおかしくないぐらいの、いいですね、そんな方に教わり、日本語のルールが完璧な頭に入ってらっしゃる方ですから。本当にね、素晴らしい。日本語検定かちょっと調べてみようかね。そうですね、ちょっと面白い、まあ、確定出すには早いので、まあ、ちょっとそういうこういったアイデアもありましたよってことはちょっと念頭に置いておいて、はい、これから皆さん新ミッションもね、もうだって合格しちゃうから、はい、新ミッションをね一応もう合格しちゃって、もう今言いましたよさらりと、今流れで入って言っちゃいました、うん、合格しちゃうんで、はい、新ミッションの方おなしゃす、おなしゃす、おなしゃす。メールアドレスは se_chan@onsen.ag se_chan@onsen.ag です。ケンのモノマネしながら最後の一言どうぞ。みんなポン。スクエアエニックスチャンネル、ここでスクエアエニックスからのお知らせです。まずはゲーム情報です。ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族オンライン Windows 版が好評発売中です。お手持ちの PC で遊べるかどうかはベンチマークソフトを使ってご確認ください。また Windows 版の無料体験版を Amazon、楽天で配信しているほか、全国のゲオ、ツタヤにて無料レンタルも実施しておりますので、ぜひお試しください。実施店舗など詳細は各公式サイトをご覧ください。はい、そしてコールオブデューティーシリーズ最新作コールオブデューティーゴーストの字幕版が11月14日発売予定で、思い返せばこれあれですな、僕 E3 で見た、そいつがついに出るということでございます、はい、こちらただいま予約を受付中です、はい、字幕版の対応機種はプレイステーション3、 Xbox 360、 Wii U、 Windows です。
吹き替え版はプレイステーション 3XBOX360 にて12月12日発売予定で、こちらも予約を受付中です。詳細は公式サイトをご覧ください。これは海外ではもう PS4 のローンチソフトだそうです。あの初、PS4 の発売と同時に出るソフトと。で日本も2月22日にプレステ4が発売になりますが、そちらのローンチタイトルとして、はい、コールオブデューティーゴーストのプレステ4版も出るそうです。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。そしてファイナルファンタジー13から連なるライトニングの物語がついに完結。 PS3XBOX360 ソフトライトニングリターンズファイナルファンタジー13が11月21日発売予定で予約を受付中です。詳しくは公式サイトをご覧ください。続いては出版情報です。アストルティアの面白大冒険おかわり、ドラゴンクエスト10道草冒険ガイドボリューム2が今日31日に発売となりました。挑戦、調査、やり込みの数々を詰め込んだ汗と涙の冒険の結晶をこの一冊に。魔法の迷宮、依頼書、絵はがき、ドルボードなどなど新コンテンツにもとことん道草。ご好評につきアストルティアでの冒険を調子に乗ってさらにやり込みました。およそ30編の冒険記事には地獄の三沢先生による書き下ろしイラストを収録。ゲーム内で使える特別なアイテムが手に入る特典アイテムコード付きです。さらに e ストアでご購入いただいた方にオリジナル特典ドラゴンクエスト10道草冒険ガイドボリューム2ペーパーコースターをプレゼントします。こちら特典には数に限りがあり、なくなり次第終了となりますので、お早めにぜひチェックしてみてください。はい、そしてテレビアニメサムライフラメンコ、勇者になれなかった俺は渋々就職を決意しましたが好評放送中です。詳しい情報は各タイトルの公式ホームページにてご確認ください。以上、スクエニちゃんからのお知らせちゃんでした。スクエアエニックスチャンネル、西が今告知を読んでるところで急に鼻水が出てきました。あら、あら、ハウ、なんか悲しいこととかあったんですか？いや、多分なんか熱くなりすぎたんだろうね、話に。あら、奥に溜まってたのがとろけ出した。そういう、そういうシステムなんだ、安本さんの体って。すごい、ね、なんかそういう感じなんだ ね、うん、ね、別に泣いて、うん、泣いてなんかないですけど。あ、なんかちょっと欲しがってるぞ。泣いたこととかねえし。ツンデレ。俺泣いたことなんかね、これはあるな、まあ、絶対ね、泣いたことはないんですけど、ね、涙とかね、もう地獄の底に置いてきましたけども。かっこいいな、なんかそんな背中を追いかけていきたいです。はい、安本裕樹がお送りしてきましたスケレクチャンネル、はい、第107回目の配信もそろそろエンディングです。はい、さあ、メールはね、今日結構読みましたが、うん、そうですね、いろいろ、どうしましょうかね。2個読んだからな、猫博士さんにあげましょう。お、ありがとうございます。です、俺、え、ドクスリーのところと、はいはい、大リーガーが噛むガムの話です。ガムですね。くちゃくちゃしながら、ガムアスカとしてね、次回は頑張っていただければと思いますけど。いろいろありますね、ポンアスカとか。ガムポンにしようか。ガムポン。もう名前がなくなっちゃった。ガム噛んで膨らましてポンにしようか。ああ。うまいこと言えてないですけど。そんな。じゃあ猫博士さんに、はい、スイッチグリーナーを差し上げます。おめでとうございます。その他の方にはですね、はい、なんだ、あの読者とかね、はい、あるときにあると便利な、うん、あれを差し上げます、はいはい、そしてお知らせ、はい、ほう、ん、なんだって。どうして早く言ってくれないんだよ、ケン。いや、もう大変です。何ですか？ KENN でおなじみのケンさん、はい、ニューシングルが発売になります。ニューシングル、こちらが、2013年10月30日アウトということで、昨日発売になってると。あら、ちょっと何ですかこちら。いや、紅の夜の歌、あ、10月30日にこちらケンさん CD 出てるじゃないですか、昨日。あ、いや、まあでもスケニちゃんとはあれなんで、別に これなんで、なんで言わないの、水臭いですよ。いや、どうして出てんのに、なぜ。いや、あの、なんか恥ずかしくないですか。名恋の歌でしょ。なんでしょ、禁断生ラジオよく聞いとるわ。あ、ありがとうございます。名恋のやつでしょ。はい。そうなんですよ、これ、あの、違う先輩やぞ。ああ、ありがとうございます。違うゲームの主題歌両方歌ってて、それが後ろの方もそうなんだ、他社さんまなんですけ ど、 なるほど、ね、これを一枚にして売ろうみたいな、ちょっと新しい方法なんですけど、他社から出るゲームをあの主題歌を、まあ、ダブル M みたいな感じにして出すっていう。なるほど、そう、ケンさん、あなた歌ってらっしゃるじゃないですか。はい、
ありがとうございます。ね、10月30日に紅の夜の歌出てますんで、はいはい、ぜひ皆さん聞いてくださいよ、はいはい、聞くだけでいいのかな、買った方がいいんじゃないですか。もうすいません、なんかごめんなさい、ありがとうございます。もうしまっちゃいましょう、これはね。10月30日ね、はい、出てますんでね、皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで今回ここまで。ああ、そうだそうだ、その前にメールを言わなきゃ。あ、そうでしたね、すいません、なんかもう気を取ってますね。、はい、番組では皆さんからのメールお待ちしております。受付メールアドレスは se_chan@onsen.ag se_chan@onsen.ag です。はい、10月30日シングルを出したケンさん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。というわけで今回はここまで。次回の配信は11月7日、私は11月8日金曜日公開の映画ジャージ、もう単行本も出ておりますが、いっぱい、ゲストは小初陽監督、また監督が来てくださいます。はい、ありがとうございます。まあ、僕らが、ね、思わぬところで思わぬものを見ている方々で、が大体監督とかですからね、うん、僕らとはまた違った脳みそを絶対持ってらっしゃるんで、うん、また興味深いお話がたくさん聞けると思いますので、はい、楽しみです。皆さんお楽しみに待っていてください。はい、てなわけでここまでのお相手は相棒ちゃんケンと、お手伝いちゃん西明日香と、ケンのシングル CD が昨日10月10日10月30日に出てますんで、皆さんよろしくお願いします。パーソナリティちゃんは安本博樹でした。それでは次回のスクエニポン、あ、違う、スクエニちゃんまで。さよならポン、あ、ちゃんちゃん。この番組はスクエアエニックスの提供でお送りしました。